はい、それでは始めたいと思います。私ご紹介遅れましたが DBCS の小野博正と申します。で、今回はですね、私を中心に作ってます、遺伝子発現のリファレンスデータセット、これ REFX と読みますけれども、まあ、これの使い方をですね、皆さん今お手持ちのマシンでハンズオンで進めていくという形になってます。で、もう全部やることはですね、ざーっと見ていただければ分かるんですけど、やること全部書いてあります。書いてありますので、もうこんなの簡単だよという、大体もう分かってるよという方はもうどんどんご自身で進めていただいて、どんなことができるんだななんていうのをですね、見ていただければなと思います。で、ちょっと操作方法が分かんないとか、この辺どうなってるんだろうなんていう方はですね、前私がここでデモをしますので、それに続いてやってもらうという形にしたいと思います。で、こういう感じなので、もう途中で分かんなくなったら挙手で止めていただければ、その都度そこを紹介するという形にしたいと思いますので、ぜひ遠慮なく手を挙げてみてください。はい、それでですね、これちょっとしれっと出したんですけれど、これ統合 TV のサイトなんです。実は統合 TV 今日まで知らなかったという方いらっしゃいますか？使ったことなかったよという、何人かいらっしゃる。はい、こういうサイトでですね、見たことある方は見慣れたウェブサイトだと思うんですけど、こんなような感じで我々の方で DBCS ができてからすぐに始まったサービスなんですけど、こういう生命科学分野の有用なデータベースですとかウェブツールを動画で紹介すると。今まで書籍とかでこうスクリーンショットを撮ってこう紹介するっていうのたくさんあったんですけれども、そうではなくて、意外にその何て言うんですかね、本で書かれているその行間に初心者の人は分かんないところがあるんじゃないかっていうところからですね、当時YouTube なんかも出始めてた頃で、これから動画だろうみたいな形で、動画で全部操作の一挙手一投足を撮ってしまうと。でそこで解説文を加えていくということになれば、もうその通り見たまんまやれば、誰でもできるというようなところをコンセプトにですね、始めたサービスで、もう結構だいぶコンテンツが溜まってまして、もうすぐ800本に近づくんじゃないかというようなぐらいたくさんあります。で、これの使い方、皆さん大体の方が使ってらっしゃるということなんで、そんなに難しくないです。もう簡単にこの辺に例えばキーワードを入れてみたりとか、なんでしょうね、 DDBJ とか入れると、はい、ちょっと最初からあんま変わらないですね。DNA とか言いましょう。DNA とかって、この辺がもうエントリーが変わったのが分かったと思うんですけど、こういう感じで、ここの文章にこういうキーワードが入っているものだけをこう自動で絞り込んでくれる機能ですとか、あとは例えばこういう目的別にこういう なんとなく自分がやってる近い分野のものがあったらば、じゃあ今日だったら発現制御解析に近いかな、発現の解析みたいデータベースを調べたいなんて場合は、この辺を調べていくといろいろこう出てくると、さらに発現制御解析からもうちょっと細かくどんなふうなデータベースウェブツールがあるのかなんていうのが分かるようになっています。はい、で今日はで実はその今回の講習のページはこの初めての方へ活用事例 FX の使い方、こういうところちょっとしれっと入っております。で近日中にちょっとこの辺のですね、インターフェースを丸ごと変えようというふうに考えてまして、今回みたいなこの講習会のなんて言うんでしょう、レジュメっていうんですかね、プロトコールもこの動画のプロトコールと一緒にしてですね、よりその皆さんにデータベースの使い倒し術みたいなのをこう浸透できるようにウェブインターフェースをちょっと改良する予定ですので、ちょっとそれのテストケースということでここに置いてあります。でもし分かんなくなったらここを辿ってください。はい、すいません、前置きが長くなりましたが、ですね、注意点いろいろ書いてあるんですけど、今日は多分大丈夫だと思うんですけど、よくあるこういうハンズオンでやるとですね、みんなでこう同時に同じサイトにアクセスするわけです。そうするといろいろつながりにくくなったりするんで、その時にはあんまりこう落ち着いておおらかな気持ちで臨むと、こういう気持ちでですね、やるというところだけ覚えておいていただければ。でもし繋がんなくなったよと方いたら手を挙げていただければ後ろにスタッフいますので、それが皆さんのマシンが原因なのかサーバーが大変で今そうなってるのかなっていうのが分かると思いますので教えてください。はい、
ということで、でちょっと順番が前後しますが、統合 TV を今ちょっと説明先にしちゃいましたが、まあこういうことです。であと説明してないところとしては、 YouTube 版がですね、同じ動画を YouTube にも上げています。で我々のインターフェースで見ても良いですし、あの YouTube はもう皆さんね、使い方もう知り尽くしてると思いますので、まあその慣れ親しんだインターフェースで見たいよという方は YouTube の方に行っていただいても構いません。でこちらの統合 TV は、例えば我々のサーバーが何かあの不具合でですね落ちちゃった時にも、YouTube の方はずっと稼働してますので、まあ、そんな時にもあのバックアップとしても使いますので、ぜひご活用ください。あと我々こういう講習会の内容なんかもですね、あの今回のこの内容も近日中にこちらにアップデートされる、あのアップされる予定で、過去いろんなところで全国でやってるようなんて話が先ほどあったと思うんですけど、まあ、その内容なんかもですね、あのほぼ全てあのこちらに載ってますので、まあ、ちょっと今回の内容とは違うところでなんていうんですかね、勉強したいんだけどっていう場合はちょっとこちらの方を見ていただければ、あのご自身の興味のある講習があるんじゃないかなと思いますので、ぜひこちらも参照してください。はい、ということでちょっと35分ぐらいですね、あとありますので、まあ、時間目いっぱい使ってですね、遺伝子発現のリファレンスデータセット FX の使い方ということでやっていきたいと思います。はい、それでこれ何かというとですね、まあ、読んで字のごとくなんですね。一応対象の生物種は人とマウスとラットを対象にしているんですけど、まあ、それのですね、あのマイクロアレイのデータですとか NGS のデータとか、いろんなその遺伝子発現を調べたデータってたくさんあると思うんですけど、それをですね、さらにその実験手法を、例えばまあ EST っていう昔ながらやられてた方法ですとか、これ GN チップというマイクロアレイですね、あと KGEN とか RNA シーケンスみたいな、こういうシーケンスで発現データを探してくる、調べるようないろんな手法で得られた、ちょっとこちら見えなかったですけど、40種類、今回はですね40種類の正常組織のデータを、まあ世界中にたくさんあるようでたくさんないんですけど、まあこういう正常組織の遺伝子発現のデータを僕らの方でいろいろ調べてですね、これはリファレンスとするにふさわしいだろうというようなデータを選んできて、まあ皆さんがワンタッチで、ワンクリックするぐらいでもうその発現データがなんとなくこう見えると、全体像が概要を知れることができるというような仕組みを目指した、データセットです。で最近、まあ、今までずっとですね40種類の正常組織だけだったんですけど、最近ですね、新たにあの先ほど粕川さんが、理研の粕川さんが説明していただいたファントム5のケージのデータ、あの結構1400種類っていう話だったんですけど、まあ、今回、RefX に追加しています。で細かく言うと、人では、556種類、マウスでは286種類の、正常組織もそうなんですけど、細胞核ですとか、あとは、が入っています。まあ、これのちょっと使い方なんかも後でやりたいと思います。あと掲載しているデータですとかオリジナルデータなんかも、こちらにちょっと書いてありますんで、ちょっと今日は割愛しますけれども、あの見てご興味ある方は見てみてください。で簡単にまとめると、このツールでできることというのはこの4つ挙げられます。まあ、これは当たり前で、正常組織における遺伝子発現データを調べるというのが1つで、もう1つはこういう4つの異なる実験手法をこう並列に比較しているので、あの閲覧することができるので、まあ、測定手法によってその組織で発現しているですね遺伝子の発現量がどのぐらいこう違うのか、または一緒なのかなんていうのが、実は皆さん頭の中ではどの手法でやっても同じじゃないか、またはね、あの知ってる人によっとってはこの手法ではうまく見れないんだよ、例えば転写因子はよく見れないんだよとかっていうのは実験的に経験的に知られていることだと思うんですけど、まあ、それをですねバイアスのないデータをこう比較することによって、あの実際に自分の目で確認することができると、まあ、そういうところが一つメリットです。でもう一つは、よくあの実験系のラボでよく出てくるキーワードだと思うんですけど、組織特異的遺伝子、例えば肝臓で特異的に発現している遺伝子なんだっけとか、心臓で高く発現している遺伝子ってなんだっけ、例えばコントロールにするのにどの遺伝子がいいかななんていうのをよくやると思うんですけど、まあ、そういうのをですねあらかじめ実は計算をしておいて、まあ、それをワンタッチで検索できるというのは一つ、これが大きな
特徴の一つです。これも後でやります。でもう一つはですね、ちょっとこれどういう意味かよくわからないよなんていうこともあると思うんですけど、実際に後で紹介しながらこれの意味するところを調べていこうと思うんですけど、よくわけのわからないその大規模解析をした時に自分の知ってる遺伝子ばっかりではなくて見たこともないような遺伝子がいろいろこうリストに出てきたりするんですけど、じゃあそれがじゃあ実際にどういう自分が追っかけてる生命現象と関係してるのかなんていうのを考察するのが、で実験生物学者の皆さんのそのなんていうんですかね、センスの見せ所というかだと思うんですけど、まあそれを助けるツールというかね、サポートするために、まあ、レフェックスを使うと結構いいんじゃないかなという我々からのちょっと提案ということで、こういうふうに書いてみました。はい、ということで概要はちょっと簡単な駆け足ながらこんな感じです。でじゃあ実際に使ってみましょうということで、はい、レフェックスを使って組織特異的遺伝子を検索することを通じて全体の機能概要を解説ということで進めていきたいと思います。で復習用にですね、これ統合 TV で、レフェックスの使い方というジェネラルな話なんですけど紹介してます。でこれクリックすると YouTube の画面が再生するので、まあ、これを見ながらやっていただいても構いませんし、私が今前でやりますので、それに続いていただいても構いませんということで、ここが1番から始めていきたいと思います。ではレフェックスをですね開いていただくと、まあ、右にこんな感じでレフェックスの画面が出てくると思います。はい、それでこれを見ながらいくと、大体このスクリーンショットなんかも撮ってありますんで、まあ、そう難しくないとは思うんですけど、まあ、ちょっとこのままやっていきましょうか。でじゃあ、組織特異的遺伝子を見るということで、今日はじゃあ例として肝臓特異的遺伝子は何だっけっていうことを調べてみたいっていうような、例えばモチベーションがあった時の例を示したいと思います。でその時は、こう真ん中の方にですね、もう目立つこういう臓器のアイコンがあります。で先ほど40種類っていうふうに申し上げたんですけれども、40個ここにちょっと出すとなかなかビジーなので、その大きな、ま、メジャーなグループとして今 10分類っていう風な分類と、さらにそれを細かくした40分類という風に一応データを分類しています。なのでパッとこうですね、マウスオーバーしていただくと、それぞれじゃあこの10分類にさらにこうどういう臓器が分類されてるかなんていうのがこうアイコンと同時にですねこう出てくるようになってますので、まあこんな感じになっております。で肝臓はまあ分かりやすくて、これですね、肝臓は肝臓だけなんですね。まあ、こういう感じなの で肝臓を今回は調べたいということなのでクリックしてみます。結構これ今皆さん真面目にやっていただいているので結果が返ってきません。これは多分皆さんが真面目にやっていただいている証拠なんですけれども、まあ、こういうことなんです。あ、返ってきましたね。はい、もう本当はですねもうちょっと早いです。もっとパッパッと返ってくるんですけど、まあ、皆さんちょっと真面目にやっていただいてるところのあれでちょっとご容赦いただきたいなと思いますが、もうこういう感じです。でここに出てきてるのがですね、もうまさにちょっとしれっと出てきて本当かよと思うかもしれないんですけど、肝臓特異的発現を示している遺伝子ですね。生物学的に正しいことで本当に特異的かどうかは実際にやっぱりいろんな方法で確かめてみないとわからないんですけれども、まあ、発現データを集めてきたところ、例えばこの辺の10分類がですね、ここにこんな感じで出てきてるわけなんですけれども、まあ、それのこのバーの高さがすなわち、遺伝子発現のが量が発現量が高いものを示しています。で、ごめんなさい、レジュメの方を見に行くとですね、今3番ですね、検索結果一覧が表示されていますというところが出てきてますけど、まあこの辺が検索結果一覧の使い方の大体の概要ですね。で皆さんいろいろ私の説明はいいやっていう方はいろいろいじっていただいて構わないんですけど、分からない方向けにいろいろ説明していきます。で、こちら10分類のそれぞれの臓器を示していて、肝臓が、右から4番目ですね、4番目にあって、そこをバーッとこう目を下にしていくと、ここの肝臓のところだけ結構バーが高いのがたくさん出ていると思います。
でこれ実は、全部で調べてるわけではなくて、初期のパラメーターではこのジーンチップで、発現が肝臓だけ特異的に高いというデータを計算しています。で細かいことを言うと、その組織特異的遺伝子ってどういうふうに例えば定義できるかなって考えたときに、他の臓器では全然出てないんだけれども、ある一つの臓器でこういわゆる外れ値みたいに高くバーンと発現しているデータがあるとすれば、組織特異的なんじゃないかっていう、まあ非常に簡単な発想なんですけど、まあそういうのを検出できるプログラムみたいのがありまして、でそれを我々の方であらかじめかけていると。でそれを臓器別に並び替えて、でボタンを押すとそれが出てくるよって、まあこういう簡単な仕組みなんですけど、まあそれで実現しています。でやってみると意外にこうリーズナブルなデータが結構出てきていると思いますが、私も全部の臓器の専門家ではないので分かんないんですけど、肝臓の専門家いたらちょっと教えてほしいんですけど、まあ結構まあでも見てみるとリーズナブルなものがいろいろ上位には出てきているのかなという感じがします。それでまあそれぞれ一個一個これが遺伝子のエントリーになってます。であとは例えばこの辺のソートですとかリストを見るとか、あと、まあ、このリストに追加するとか、この辺は後で紹介していきたいと思います。で今こう1265件出てきているんですけど、まあ、それをじゃあさらに1200件全部目で見るのはしんどいので、じゃさらにそこから絞り込んでいくというような時はこの右側の左側のですね検索条件というところから絞り込んでいくことができます。でプロトコルでは、各遺伝子の青字の部分って書いてありますけど、ここですね、ここをクリックすると個別の遺伝子がこう出てくるようになってますので、これですね、これをポチッと押すとこれが個別の、フィブリノーゲンアルファチェーンの、一つのエントリーのページが出てきます。そうするとさらに細かく、先ほどまでは10分類の話をしてたんですけど、ここに出てきているのが40分類、全部のデータを展開した形のデータが詳しく見れるようになっています。まあ、肝臓の場合は1個しかないのであんまり変わり映えしないんですけど、他の臓器見てもらうとこう展開されてきているのが分かると思います。で今5番ですね。でこの詳細ページだとこういうヒートマップ、まあ、発現マップですね、発現マップっていうのがあってですね、これも我々が開発しているものでボディーパーツ 3D っていう人体の 3D マップみたいなのを作って維持管理してるんですけど、まあ、それこういう人体のこうなんていうんですかね、正確かなり正確なこういうマップに、我々の発現データをですねマップすると。で肝臓だとまあ非常に分かりやすいんであんまりこんなことする必要はないのかもしれないんですけど、例えば脳とかだと何でしょうね、脳の海馬ってどこだっけっていうのをなかなかこうすぐ分かる人って脳の研究者じゃないとなかなかいないと思うんですけど、それが例えば、まあ、脳で特異的なものがバーンって出てたとしたら脳のその一部分だけで赤くなってるみたいな、そういうイメージが視覚的に得られるというような、こんな感じでぐるぐる回ってですね、今これ肝臓特異的遺伝子なんで脳で全くどこにも出てないので全部真っ青なんですけど、まあ、先ほど見たら海馬だけで特異的に出てるようなものだと、海馬の一部分だけで例えば赤くなってるみたいな、そういうような図が得られます。でちょっと肝臓だとこの体幹、全身もいいんですけど基本的にはこう体幹で見るのが見やすいのかな、まあ、肝臓だとやっぱりね大体常識的な範囲で、まあ、この辺にあるんだろうっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、肝臓だけが赤いと、まあ、こういうような感じになっています。そしてですね、で肝腎要のその40分類なんですけど、ここのバーにですねこんな感じでマウスオーバーをすると発現の値、実際の値がこんな感じで出てきます。でそれどの臓器でどのぐらい出ていたのかっていうのが、まあ、こういう感じでちょっと小さくて申し訳ないんですけどこんな感じで実際に出てきます。それが今この絵ですね、バーをマウスオーバーするというところです。であとはこのデータをですねダウンロードして、この実際のデータ一個一個こうねマウスオーバーで見てたらキリがないので、ダウンロードして例えば Excel で眺めてみたいとかっていう場合はこちらダウンロードっていうのをしていただくと、ここの40分類の
このフィブリノーゲンアルファチェーンの40分類のデータっていうのが、ダウンロードしてテキストファイルとして取得することができます。はい、これが今7番ですね。あ、はい、そして、お待ちかねのファントム5のデータなんですけども、ちょっと分かっちゃってますかね。こっちが今まで従来ずっとやっていた正常組織の40分類だったんですけど、この新しくタブができてまして、これがファントム5のデータなので、このタブをですねクリックしていただくと、細胞株と初代培養細胞、生体組織、胎児組織とのデータが出てきます。あれ、なんか何にもないじゃないかと思われるかもしれないんですけど、これでちゃんと正しく表示をされております。でこれ人の今データをお示ししてるんですけど、先ほど述べたように、大体500サンプルぐらいあるわけで、500サンプルをですね一つの画面にやろうとするとなかなか大変なので、ちょっと苦肉の策でですね、これ実は上が拡大図なんです。で下がこれ500サンプルの全体像を示してます。でこのだからこの線が発現の高さ低さを示してます。なので例えばこの辺は発現が高いわけです。で他全然ないように見えるんですけど、これはまさに発現してない状態を示してます。なので、例えばじゃあこの右側がかなり怪しいなと、見てみたいなとなると、こう動かしてドラッグしてですね引っ張っていただくと、上の拡大の方もこんな感じで出てきてると思いますが、今この明るくなってるところが上で見ているところというこういうビューになってます。でじゃあこの一番高かったのは何なんだろうと見てみると、ちょっと字小さいんですけど、アダルトなリバーだということが一目で分かると。なかなか500種類あって、じゃあ一番高いやつ他がじゃあどうなってるのかっていうの、全体像を知れるのがかなり重要なんじゃないかっていうふうに我々の方では考えていて、春日さんのを中心にそのファントム5のビューアーはいろいろ出されてるんですけど、結構複雑。どうでした、分かりやすかったですか？分かりやすかったですか、ちょっと語弊があるんですけど、なかなかねやっぱりその普通の人がじゃちょっとファントム5のデータを見てみようと思った時に、なんかいきなりこう転写開始点がなんとかとかってこうバーッと出てくると、転写開始点の研究されてる方はそれはね買って知ってるあれなんですけど、私はただの例えば肝臓の発現の値が知りたいだけなんだけどっていう多くの方はなんかうわってこうなっちゃうと思うんですよ。私もまさにそうなった口で、でもこれでもったいないなと、500サンプルもあるのになんか これだけでいいんだけどっていうようなのが結構声がいろいろ、私を中心にですねありまして、独断と偏見といったらあれかもしれないんですけど、そういうところがちょっとモチベーションになってこういうのを開発したところが経緯があって、で見てみるとやっぱりかなりいいデータなので、ぜひいろんな臓器で見ていただきたいと思うんですけど、簡単に見方としてはこういう感じになってます。でこの辺クリックしたりするとこうそのバリューを止めてどのぐらい違いがあるのかななんていうのがこう見れるようになってます。はい、ちょっと質問、はいはい、ざっと見るのにすごいなと思うんですけど、はい、そのパッと見た時に、発見がないっていうのとデータがないっていうのが、区別がつきづらいのかなと思ったんですけど、ですね、それは、はい、この正常組織臓器の方に関してはその違いが実はあって、一番分かりやすいので言うと、発現がないのとサンプルがないのの違いは、端的に言うとハイフンで示してあると測定してない、測定サンプルを我々の方で取得してない場合はハイフン、マウスオーバーする必要がある。そうなんです、今のところは。なんです、だからデータなしの場合には、はい、もしかしたらポテンシャルとして高い可能性もあるかも。そうですね、測定してないだけなのでっていうところがありますので、ちょっとそこは見ていただかないといけないんですけど、一応ダウンロードしたファイルの方にも NA ってなってますので、一応見て分かるようにはなってるんですけど、このビューですぐ分かるかっていうと、ちょっとそこまでは実装今はされてないです。はい、はい、ということで、ごめんなさい、ちょっといろいろ余計な話をいろいろしちゃったんですけど、ファントム5、そのデータがたくさんありますんで、例えば何でしょう、私の知ってるところサンプルがないのかなとか、例えばヘップ
HEP-G2 とかですね、なんか聞いたことあると思うんですけど、まあ、そんなようなサンプルないのかなとかっていう、なんか頭文字かなんかでもいいんですけど、こうサンプルの名前にヒットしそうなキーワード、肝臓ってあのヘパトサイトっていうじゃないですか。例えばヘパとかって入れるとなんかこういう出てくるわけです。ヘパトブラストーマセルライン、なんか多分あの肝がんのセルラインの一つなんでしょうねとかっていうような感じで、まあ全部500サンプル何が入ってるか知ってる必要はないと思いますので、それをこんな感じでですね、簡単にキーワード検索をしてみると、だいたいこう、あ、HEP-G2 ですね、これ私が今言いましたけど、ヘパトセルラーカルシノーマセルライン、HEP-G2 のサンプルだとこういう感じみたいな感じで、まあ、まだまだちょっとですね、あの気が利いてないところはあって、これ今後の開発課題なんですけど、今はこういう感じでサンプルの検索ができるようになっています。で、細かいですね、あのファントム5のデータっていうのは実はこちらにリンクを作っていてですね、あのこういう Google のドキュメント、Google ドライブでこれどなたでも見れるようになってるんですけど、じゃあ実際にそのサンプルは何だったのかっていう細かい情報を皆さん知りたいと思うんですけど、これをあの理研のファントム5のサイトの方で詳しくまとめてくれていますので、まあ、それのリンク集だと思ってください。そのリンク集がこちらにありますので、さらに突っ込んで調べたいという方はですね、この辺見ていただくと、ちょっとなんかうまくスクロールしないんですけど、この辺にリンクがあってですね、ここごめんなさいちょっと見切れちゃってるんですけど、この辺リンクをすると、あのリンクをクリックするとですね、あの細かいサンプルの情報なんかもあのファントム5の方できっちりメンテナンスをされているサイトの方に飛んでいきますので、そちらを参考にしていただくというような、ことをにしています。はい、あとはだいたいファントム5のデータの見方はこんな感じですね。で、あとはですね、ちょっとレフェックスの方に戻りまして、個々の遺伝子の下の方に行くとですね、あのその遺伝子の詳細情報みたいな形でいろんな ID ですとかオーソログですとか染色体の位置とか、あとオントロジーの情報なんかがこう出てくるんですけど、まあまあこれは通り一遍のね、いわゆる遺伝子のデータベースでこれ見られるんですけど、一つ特徴的なのがこのプローブセット ID っていうところに、これあのアフィメトリクスのマイクロアレイが今回このレフェックスに載ってるんですけど、まあ、それのですね、本家のアフィメトリクスの方に飛んでいくかと思いきや、これが実はこの後あの内藤さんが紹介をしてくれると思うんですけど、このググルナっていうですね、統合遺伝子検索サイトっていうのがありまして、まあ、詳細はあのこの後の彼 の講義に譲るんですが、まあ、こちらに飛ぶようになってます。でレフェックスからリンクされてるのは何を知れるかっていう と、皆さんご経験あるかちょっと分かんないんですけど、マイクロアレイ のプローブっていうのが設計されてるわけなんですけど、じゃあそれが実際の遺伝子のどこに設計されているものなのかって気にしたこととかってあります？結構こう突っ込んでいくとですね、例えばじゃあそれが5プライム側で設計されたのか3プライム側で設計されたのかとかによって発現の量っていろいろ変わってくるのかななんていう、遺伝子によってはそういうケースがあると思うんですけど、それをじゃあ調べようと思うとなかなか骨が折れるというのが実は現実で、まあ、それを実はこんな感じでワンタッチで調べられると、そういう優れものです。でこれあのレフシークの、 あのエントリーのどこにヒットしたかっていうのを調べてくれるんですけど、ちょっと一番下まで行くとですね、これがまさにそのこの遺伝子の FGA の遺伝子の塩基配列なんですけど、実際にそのアフィメトリクスのマイクロアレイで、プローブがデザインされているのはこの色が緑色についているところ、つまりこの辺の遺伝子の発現を見ているということになるわけです。例えば細かい話をしていくと、例えば何でしょうね、トランスクリプトバリアントの話をしていて、実はこの辺の3プライム側、ごめんなさい、5プライムか、5プライム側の方で、なんか制御が起こってるなんていう時に、実はこの辺の発現の話をしていても
あまり意味がなかったりするわけで、まあ、その辺こういうのをですねちゃんと知れる一つのそのリンク集みたいな形になってますので、こういう応用もできるよという一つのお話でした。はい、それで今ごめんなさい、9番ですね、9番の話をしました。で10番は、遺伝子オントロジー GO ですね、 GO のところなんですけど、これはこれですね、ジーンオントロジーって全くわからないよという方いらっしゃいますか。聞いたことありますかね、ジーンオントロジー、遺伝子オントロジーとかって言うんですけど、大体皆さんご存知ですかね。あ、じゃあ大丈夫ですね。あのこの GO の、 あの同じタームに紐づいているエントリーがですね、あの一発で検索できるようになっています。例えばじゃあシグナルトランスダクションに関係しているのを調べたいんだったらば、この GO の ID をクリックするとレフェックスの中でこのシグナルトランスダクションに関係している遺伝子が全部バーッと出てくる、バーッと出てくるというような感じになっていますという話ですね。10番、あ、ブラッドコアギュレーションをクリックせよと書いてあるので、ちょっと余裕のある方はやってみてください。それでこれですね、一番上ですね、あ、間違えた。それでじゃあ、1個前に戻ってですね、この1265件のところからじゃあどうやって絞り込んでいくかという話なんですけど、このソート項目を切り替えてどのように結果が変わるか、じゃあ実際にやってみましょうということで、ソート項目はこれだけのものが今あります。で今は、ティッシュスペシフィシティが高いものの順に並んでるんですけど、じゃあ例えばそれぞれ RNA、 私はじゃあ RNA シーケンスしか信用しないよっていう場合は、例えばじゃあ RNA シーケンス発現量が高い順にこう並べてみたいとか、まあそんなような使い方ができます。まあこの辺は割とまあ普通は普通なんですけど、最近入れたのでですね、こういう注目度が高い低いっていうのがあります。で注目度が高いとは何ぞや、低いとは何ぞやってことなんだけど、これはあのパブメド、ジーン2パブメドっていうデータがありまして、そのパブメドの方がですね、その論文がどん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 入ってくるわけなんですけど、そこからこのじゃあどの遺伝子について調べたジャーナルなのかみたいな、こう一個ずつ紐付けをしてるデータがあって、でそれの紐付けしてる数が多ければおそらく注目度が高いだろうと。で逆に言えばそれが少なければあんまり皆さんに研究されていない、つまり注目度が低い遺伝子だろうということで、そのデータを実は裏でかましてですね、あの簡単にできるようになっています。で一番注目度が高い遺伝子はあの皆さんご存知の P53 なんですね、あのがんの遺伝子ですね。なんで高い方であんまり見ても、あ、注目度が高い方で見てもあんまりまあ面白くないは面白くないと思うんですけど、逆に言うとこの低い順で見てみると意外にあの誰もまだ手垢のついていない未知の遺伝子が出てくる場合もありますので、ぜひ皆さんのご興味のある臓器だったりでちょっと調べてみると意外な発見があるかもしれないと、まあ、そういう機能です。はい、あと10分ぐらいなんですが駆け足でいきましょう。で絞り込み検査です。でこれ今12番ですけれども、じゃあ例えばこの1200件あるんですけど、この中で遺伝子の名前に何かリバーを含む、遺伝子名にリバーを含むものだけ調べたいっていう場合は、この左側のですねところにこの遺伝子名ってところをクリックするとこんな感じで出てきます。でじゃあ遺伝子名でリバーをインクルードする、含んでいるものだけ調べたいとなると、なん と,、13件、1200件さっきやったんですけど、13件が遺伝子の中に、遺伝子名の中にあのリバー、なんとかリバー、リバーリレイテッドとかリバースペシフィックとかっていうような形で、名前が入ってるものがあるよっていうのを簡単にこう絞り込むことができると。でこれ逆もしかりで、もうリバーはいいからっていう場合は、先ほどのこちらでですね、エクスクルードの方に書いてやると、あれ例えば何でしょうね、なんとかプロテインっていうのはもういらないよって場合はプロテインをエクスクルードしてやると、遺伝子名にプロテインを含むものは全部なくなると、見なくていいというふうにできます。
それでですね、あとは、あ、それエクスクルードの話はこの辺書いてありますね。ソルートっていうのはもういらないよなんて書いてありますけど、まあ、こういうのをやってみてください。で、あとはですね、じゃあ例えば先ほどちょっと言ってますが、今はジーンチップを必ず含んだデータセットは必ず出しなさいっていうふうに指示をしてるんですけど、例えばじゃあこれはジーンチップも信用できませんと、私はファントム5のケージしか信用してないって場合は、このファントム5のケージを必ず含んでくださいというふうな形で、絞り込むこともできます。そうすると、あ、全て含んでるそうですね。あのリバーを含むエントリーはちょっとあんまり面白くなかったんですけど、リバーを含むエントリーはいずれもケージを含んでるので、あの件数に変わりはなかったんですけど、まあ、この辺ちょっといじってみてですね、あのないやつ探してみるっていうのもいいかもしれません。あとはそうですね、全部持ってるやつだけっていう場合はオールをやると、全てにチェックがこんな感じで入ります。はい、あ、はい、でこれで最後ですね、あとちょっと 10分弱ありますが、で最後にこの先ほどのですね、これですね、あの4番目、これです。遺伝子発現の見出された不詳な遺伝子群の関係性を調べるっていうことなんですけど、これどういうことかというと、ちょっとですね、検索条件一回戻ってもらって、トップのこの家紋みたいなのをクリックすると一番上に戻ります。初期状態に戻りますので、家紋をクリックしていただいて、もう一回リバーを押していただきます。でそうすると、あのまた1260何件に戻ります。戻りましたね。で、ここの話なんですが、これはですね、結論から言いますと、こうリストに追加をすると、今まで個別の遺伝子一個一個見るビューがあったんですけど、このビューが結構一番情報としてはリッチなんですけど、これ一個一個見てると、前のじゃあ遺伝子何だった、どんぐらい発現してたっけっていうの見れないんですよね。見れなかったんです。これ非常にちょっとデメリットで、これなんとかしたいなと思ってつけた機能なんですけど、まあ、要はこういうですね、横の並列で詳細画面を比較できるって、そういう機能です。でこれどうやってやるかというと、あの1個前に戻ってですね、検索結果一覧のところでリストに追加するっていうのが個々の遺伝子にこうついてると思います。なのでこれを押していくとですね、ちょっと画面が大きいな、ちょっと分かんなかった、このリストを見るっていうところがありますけど、ここにピッと押すと、ここが1とかなるんです。1とか2とかなるんです。これどこかで見たことありませんか、皆さん。 Amazon とか、あのああいうショッピングサイトでね、皆さんこうカートに突っ込んでいくわけですよ、欲しいもの、まあ、それの遺伝子版だと思ってください。興味のある遺伝子を、まあとりあえずリストに突っ込んでいくわけです。だから何でしょうね、お気に入りみたいな感じですかね、はいっていうイメージで、まあ何でもかんでもこう突っ込んでいくイメージです。で突っ込んでいってですね、そしたらば、ここをクリックしてみます。今3件じゃ適当になんか突っ込んでいただいて、でリストを見に行くと、3つの遺伝子が比較対象のリストに入っていると。で同時に比較できるのは、ちょっとこれあのスペース上の都合でですね、3遺伝子までっていうちょっと制約がちょっとあるんですけど、あの3つまでできます。なの でちょっともう一回ワンクッションあって恐縮なんですけど、ここをですね、比較するか選択を解除があるので、これ比較したいものをじゃあ3つ選んでいってください。でそしたらば、遺伝子を並べて表示っていうところを押すとですね、あのこのプロトコルの方にある画面が、この画面がですね、皆さんのところにも表示されてると思うんですけど、これまさに先ほどの詳細遺伝子表示の全部のデータをこう横で3つ並列に見ることができるという機能になってます。でこれやはりその先ほど Amazon で話もしたんですけど、ここの着想はですね、あれです、価格 .com です。価格 .com で皆さん電化製品を買うときにスペック比較とかしますよね。はい、パッと見わからないんだけど、値段はこっちの方が高いんだけど、スペックは実はそっちの方が高いとかっていうようなところがあるので、まあ、これを遺伝子発現解析にも使うじゃないかと、あれ便利だよねっていうところから、こんなことを考えてやってます。でそうすると、まあ何がいいか、まあ、遺伝子の場合はじゃあ何がいいかというところなんですけど、並列に比較するところで
見えてくる違いは何だろうかというところです。電化製品のスペックの違いにあたる違いといったらば何でしょうかというのが簡単に分かるということです。でももちろんですね、我々遺伝子発現のリファレンスって歌ってますので、こういう遺伝子発現データ、これ40分類全て展開したデータなんですけど、まあ、それがこう一覧で、あ、実はそれぞれ肝臓特異的だったけど、実は違うところでも、あ、出てるやつもあれば出てないやつもあるんだなっていうのが見れるのが一つ大きなところなんですけど、まあ、これも一ついいところなんですが、それ以上に我々はですね、推しているのは下の方に行きますと、まあ、遺伝子ファミリーですとか、先ほど出てる遺伝子オントロジー、ジーンオントロジーのところなんですが、これちょっと工夫したところです。こんな風になってます。このハイフンは何かというところなんですけど、これは差分なんですね。よくあるウェブサイトだと、例えばジーンこれ遺伝子 A のジーンオントロジーこれなんですけど、で遺伝子 B のオントロジーはこれで、遺伝子 C はこれなんですけど、この差分がないと、これ例えば全部 上詰めなんですよね。上に詰まってるんですよ。でそうするとこの遺伝子とこの遺伝子は同じものを持ってたかどうか分かりにくいわけですよ。なんだけれども、この例で言うと肝臓特異的発現を示している遺伝子なんで、非常になんか近そうじゃないですか、機能とか。なんだけれども、ジーンオントロジーのバイオロジカルプロセスっていうところで見ると、なんか例えば働いてるところが微妙に違いそうだなっていうのが、どうでしょう、分かりませんか。これって結構意外に大変なんですよ。これ比較するのにいくつもこうウィンドウを出してこう見ていたようなことがですね、一つの画面でできるというのがこれ一つ推しです。でこれ今我々はもう答えが分かっている肝臓で特異的に発現を示す遺伝子がっていうのは分かってるんですけど、これ例えばじゃあ皆さんが例えばマイクロアレイをやられたとか NGS で発現解析をした時に、何か分かんない遺伝子が上位3つ出てきた時に、例えばこう並べてみると、これは我々で出してるデータは正常組織のみなんで、まあ、そこから言えることは少ないのかもしれないんですけど、じゃあでもそれでも何か皆さんの実験系では意味がある3つの遺伝子なわけなんですよね。っていう時に、なんでこの3つが上位に出てきたんだろうっていうのを考察する時に、何かこういうのが材料になるんじゃないか、並列で見た時に気づくところがあるんじゃないかっていうようなところで役立てそうな気がしませんか。どうでしょう、私はかなりいいかなと思ってこれを作っておりますが、なので例えばね、発現値は全然違うんだけれども、実は逆に言うとこの機能が実は似てたとか、同じところで働いてることが分かったっていうのが分かるだけで、ちょっとこうね、考察の材料になりそうな感じがしてくると思います。という意味で、先ほど述べた不詳な遺伝子群の関係性を知るというツールになるんじゃないかというところで、ご紹介したという話です。はい。で、あ、これですね、差分が明確にと書いてますけど、まあそういうことです。で、ちょうどですね、いい時間に なってしまったので、非常に駆け足で申し訳ないんですけど、全体を通じて何か質問ありましたらあれですけど、まあ私も最後までいますんで、ちょっと個別にっていう場合でも全然構いませんので、よろしいですかね。はい、それではお疲れ様でした。ありがとうございます。